1日目、混乱状態で急に目覚めます。一体どうなっているんだ？家が振動して揺れています。地震に違いない。枕と猫を慌てて掴みます。混乱した猫は抵抗しようともしません。他に大事なものは？書類？ノートパソコン？ん？どうやら家自体が移動しているようです。庭に生えているはずの木が窓から通り過ぎているのが見えました。その場から動けなくなり、猫があなたの胸にしがみついてきます。築30年の自宅が裂け、キシキシと悲鳴を上げ、落ち着かない音を立てています。台所から聞こえてくる大きな凄まじい音は、新品のティーセットが粉々に砕けた音でしょうか。寝室で家具が動き回ります。壁にしがみつくしかありません。ああ、なんと。家が隣人の庭に侵入してしまいました。どうやらあなたの家は、ここで休憩を取ることにしたようです。動きが止まりました。震える足であなたは慎重に家の外に出て行きます。猫は怪しいほどに腕の中でおとなしくしています。隣人のブラウンさんがすでにリンゴの木の下であなたを待っていました。青ざめていて目をピクピクさせています。しばらく会話をしてから地滑りが発生したという結論に至りました。しかし自宅を元の場所に戻す方法は見つかっていません。とりあえず後で考えようということでブラウンさんと同意します。2日目朝、何事も問題ない様子です。もちろん家が隣人の敷地内にあることは間違いありません。猫はお気に入りの靴箱から出てくることを拒んでいます。しかし夜の間に劇的な変化はなかったようです。週末が明けたので車に乗り込み仕事へ向かいます。運転中何度も二度見をしてしまいました。どうやら建物の位置が変わってしまったようです。変だなぁ。仕事場に到着するとすぐに騒ぎに気づきました。地滑りの影響を受けたのはあなたの自宅だけではなかったようです。それ以外は特に何もない一日。オフィスの建物が何度か飛び跳ねて筋肉ストレッチのような行為をしたような気がしたことは無視しておきましょう。自宅まで車を走らせていると思わず両側の眉をピクピクさせてしまいました。自宅からそう遠くない場所で大渋滞に巻き込まれます。不安げな人々が車から降りて状況を確かめようと必死です。ああ、あれは家です。2階建ての素敵なコテージが道路の真ん中に佇んでいます。また地滑り？だんだんこの説が信じられなくなってきました。地滑りで残るようなめちゃめちゃの芝生、低木、土壌などの跡は一切見られません。さらにこの町は平野に位置しています。別の道路へ進み自宅のそばに車を停車させました。何が問題かというと自宅がなくなっています。もともと立っていた場所にも隣人の庭にも見当たりません。そこでブラウンさんの自宅のドアを叩きました。ああ、君の家か。どっかに行ってしまったよとクスクス笑って答えるブラウンさん。あなたはブラウンさんを見つめることしかできません。ブラウンさんはこう続けます。午前10時頃君の家が震え始めたんだ。それからゆっくりと地面から立ち上がってとってもうるさかったよ。頑丈な4本の足のようなものが見えた。それから上に向かって伸びをして体を少しひねって北に向かって行ったよ。君の猫は預かっておいたよ。ブラウンさんからペットの猫を渡されました。怖がっていますが怪我はしていないようです。猫を受け取って姉の家まで車を走らせます。姉の家族はテレビの前に座って最新ニュースを見ていました。逃げ出したのはあなたの自宅だけではありません。世界中の何百軒もの家が動き出したというのです。科学者、大学教授、専門家たちの話に耳を傾けます。彼らによればこれは人類が受け入れなくてはいけない新しい現実であるようです。説明不可能な理由で様々な種類の建物が移動できるようになってしまったのです。世界中どこを探してもこの衝撃の現象を説明できる人はいません。3日目、目覚めると何千もの都市や町が一夜にして消えてしまったというニュースが飛び込んできました。大都市で眠りについたはずなのに目覚めるとそこは森、浜辺、湖だったという事態が発生。とあるアパートビルは沼にはまって抜けられなくなってしまったそうです。別の建物は崖のそばに近づきすぎてしまいました。
どちらのケースも政府が住人を避難させ、巨大なクレーンで建物を救出する事態に発展しています。10日目、たまたま自分の自宅に出くわしました。もともと暮らしていた地域より治安の良い地域に移動していたのです。すぐにあなたもこの地域が気に入りました。姉の家に自分の荷物を取りに戻ります。また家が消えてしまうのではないかと心配になって急いで戻りました。よかった。戻ってみるとあなたを待って家は同じ場所で待機していました。家は申し訳なさそうな様子です。猫はあなたの腕から逃れようと必死。巨大な移動箱を信用できなくなってしまったのでしょう。20日目、毎朝目覚めると新しい場所にいる生活にも慣れてきました。この状況をワクワクするような冒険として捉えてみるよう心がけるようになってきたのです。ある日、目覚めるとそこは巨大な丘の急な傾斜。はじめはいい意味で驚かされました。あなたの自宅はロマンチックなタイプのようです。窓から見える日の出は格別。しかし2時間もすると家は動けなくなってしまっただけだと気づきました。暗闇の中でどうやってここまで登ってきたのかは見当もつきません。しかし家が地面に戻れなくなってしまったことは明らかです。幸い現在はこのような状況で手助けをしてくれるサービスが山ほど存在します。2台のクレーンと1台の貨物ヘリコプターを駆使し、家は無事救出されました。1ヶ月で地球はここまで変わってしまったのです。多くの人がアパートや家から引っ越してテントの人気が高まります。最近では瞬く間にテントメーカーが世界で最もリッチな種族にのし上がっていきました。温度操作、内蔵 Wi-Fi、様々な照明などを備えた最先端のテントが開発されています。最新型のテントは冷夏の気温に難なく耐え、夏の暑さから住人を守ることができます。テント暮らしではあなたや持ち物すべてを道連れにして移動しないということもメリットです。大都市は概ね消失しました。急に移動を始めたり、突然旅に出たりする建物で溢れていれば、街は収拾がつきません。移動中、建物は道路や高速道路を破壊し、歩道、信号、道路標識をなぎ倒します。さて、近くの食料品店を見つけることはほぼ不可能です。お気に入りのダイナーが毎日別の場所へ移動してしまうからです。テント暮らしをしたくない人は、毎日街と建物と一緒に移動するしかありません。これはかなりしんどい状況でしょう。1時間飼い犬の散歩に出かけた場合、同じ場所に家を見つけられるかどうかは見当もつきません。スケジュール、予約、時刻表は実質存在しません。目的地まで到着するためにどれくらい時間がかかるかわからないのであれば、時間を設定する意味がありません。仕事には常に遅刻してしまいます。オフィスの所在地がわからないためです。まず、開発されたばかりの特別なアプリを使用し、オフィスの位置を特定します。しかし、その場所まで車を走らせている間に、オフィスの現在地が変わってしまうことは大いにあり得ます。そうなったら、再び追いかけっこをしなくてはいけません。幸い、人類の健康状態は改善しました。野暮用を片付けるためには、家を出なくてはいけません。しかし、結局毎回、さすらいの自宅を追いかける羽目になるからです。Google マップはもう役に立ちません。建物があるべき場所から移動してしまうのであれば、このアプリの有用性が失われてしまうためです。誰かの元を訪れたり、初めて行く場所を探したりするとき、住所を見つけることができません。もはや通りや家の番地は存在しません。しかし、最悪なのは地震。100階建ての高層ビルが動き回っているところを想像してみてください。建物の足元の地面がひどく揺れることも当然でしょう。これにより、橋、ダム、電柱などのビルより小ぶりの人工建造物が倒壊します。いくつかの場所では火事や洪水に発展しました。さらに、移動ビルは耳をつんざくような騒音を生み出します。ほとんどの人は夜眠れなくなりました。そのため、日中に睡眠をとるしかありません。理由はわかりませんが、建物は夜中の移動を好むためです。45日目、本日どうにかオフィスに到着しました。椅子に腰掛けて周りを見渡します。同僚たちの様子は芳しくありません。全員目の周りにクマができています。誰もが少しでも音がするだけでビクッとします。
神経質になって憔悴状態。ふとパソコンの画面に映った自分の姿が目に入りました。自分も同じような状況です。すぐに科学者たちが解決策を見出すことができなければ、人類は崩壊してしまうことでしょう。